ルキウス・コルネリウス・スキピオ・アシアティックスは、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前83年に、執政官を務めた。スキピオ・アシアティックスは、名門パトリキである、コルネリウス氏族スキピオ家の出身である。同盟の祖,祖父は、第二次ポエニ戦争の英雄スキピオ・アフリカヌスの弟で、セレウコス・アサシリアのアンティオコス三世に勝利して、 アシアティクスのアグノーメンを得、スキピオ・アシアティクス家の祖となった。しかし、大カトなどのハンスキピオの言動委員議員により、アシアティクスは、金銭の横領の都がで告発され、有罪となった。このため、その子孫は、行為感触につくことはできなかった。本記事のアシアティクスの父も祖父もプライノーメンは、ルキウスである。祖父ルキウスは、 クアエストルになったものの33歳で死去した。チチルキウスに関しては、名前以外は何も知られていない。なお、アグノーメンに関しては、カピトリヌスのファスティは、アシアティクスだが、アシアゲネス。新色の一覧や秘文では、アシアゲヌスとなっているなど揺れがある。スキピオアシアティクスは、紀元前130年頃に生まれたと推定される。正確な日付は不明だが、造兵官として、 政治家の道を歩み始めた。おそらくは、紀元前106年頃のことと思われる。紀元前90年、スキッピオは、レガトゥスとして、同盟史戦争に従軍し、ルキウス・アキリウスと共にサムニウムのイゼルニアの防衛を担当した。しかし、戦況は絶望的で、スキッピオとアキリウスは、奴隷に変装して脱出した。二人の脱走後直ちに、 イゼルニアが陥落したのか、あるいはしばらく持ちこたえたのかは不明である。ローマに戻ったスキピオは、紀元前89年に死去したマルクス・アエミリウス・スカウルスの後を継いで、紀元前88年に仁義官となっている。紀元前80年代にスキピオはプラエトルに就任し、また、マケドニア属州総督を務めたはずである。アッピアノスによれば、ルキウス・スキピオが指揮するローマ軍が、 イリュリアでメダイ族、ダルダの遺族、スコルディスキ族と戦争を行っている。これら部族がマケドニアとギリシアに大規模な襲撃を行い、その間にデルポイを含む多くの神殿を略奪した。この神殿略奪を理由に戦争が開始された。ルキウススキッピオはスコルディスキ族を倒してドナウ川流域に移住させ、メダイ族とダルダの遺族と和平を結び、 略奪した金の一部を彼らから譲り受けた。このルキウス・スキピオがスキピオ・アシアティクスであることに歴史学者は疑いを持っていない。ただし、正確な時期に関しては議論がある。執政官就任年とウィリウス法の規定から逆算してスキピオは遅くとも紀元前86年には法務官に就任したはずである。このことからスコルディスキに対する勝利は 紀元前85年に全失政官権限で、マケドニア属州総督となった時のものと考えられる。ただし、総督収入を紀元前88年とする説もある。もし、紀元前85年説が正しければ、すでにオプティマテスのルキウスコルネリウススラと、ポプラレスルキウスコルネリウス金ナの内戦は避けられないものとなっている。スーッターは、ポントス王ミトリダテス6世と戦っていた。 この場合、金ナはアンコーナからバルカン半島に軍を移動させ、同じく民衆派のスキピオと協力してするな戦うことができたはずである。実際には、この計画は、兵士の反乱で実行できず、金ナもまた殺害された。同年スキピオは、ローマに戻り、翌年の失政官に選出された。一方で、これに対する異説もある。歴史学者ティーモブゼンは、 イリュリアでの勝利は、外戦式のファスティが欠落している、紀元前104年から紀元前98年の間の出来事と考えていた。アールカレットイコールマルクスによれば、この勝利は紀元前70年代のものであり、スキピオではなくガイウススクリボニュースクリオのものとする。A コレレンコフは、スキピオが紀元前90年代にレガトゥスあるいはクワエストル権限で、 イリュリアでの戦いを行ったと推定している。この場合彼の兵力は限られたものとなり、決定的な勝利を得ることなく、講和を結ばざるを得なかった。このために、ローマで外戦式を実施することはできなかった。ガイウスマリウス派とセラ派の紛争の初期段階における、スキピオの立場は不明である。一方、歴史学者の中には、スキピオは最初から、 スッラの敵であったと見る者もいる。紀元前88年にスッラの軍がローマを占領したとき、スキピオは少なくともその指揮権を承認しなかったそうでなければ、翌年のマリウスの占領の際に殺害されていたであろう。もし紀元前84年にスキピオがバルカン半島にいたとすれば、バルカン半島に渡ろうとした金ナの行動は、スキピオを 自身の支持者と見ていることを示している。最後に、アッピアノスは、スキピオが失勢官に選出された時に、スッラを憎んでいたと書いている。スキピオが失勢官に選ばれたのは、マリウス派とスラ派の決定的な戦闘の前であった。熟達した軍事指揮官としての彼の評判は、ここで重要な役割を果たした可能性がある。スキピオの同僚失勢官は、 ノースホモであるガイウス・ノルバヌスであった。一部の歴史学者は、これをマリウス派のノビレスと、新市民の同盟の証拠と見ている。スッラはイタリアに上陸し、紀元前83年5月に、新たな内戦が始まった。この時、スッラには、実戦で鍛えられてはいるものの3から4万人の兵士しか持っていなかった。一方、スキピオとノルバヌスは、 合計18から20万人の兵士を率いていた。しかし、理由は不明だが両子姿勢官は別々に行動し、さらに海岸を守るために必要な措置を講じなかった。その結果、スーッターはブルンリ州ムーに抵抗なくに上陸してカンパニアに進撃し、最初の戦いでノルバヌスを撃破した。スキピオはスラ軍とテアヌムの近くで遭遇した。 スキピオは40個コホルスを持っていたのに対し、スラ軍は20個コレホスであった。しかし、スキピオの兵士たちは、ほとんどが新兵であったようで、戦闘を望んでおらず、さらにノルバヌス敗北の知らせが士気を低下させていた。財務官を務めていたマルクス・プピウス、ピソ・フルギ・カルプルミアヌスですらも、スキピオの下で戦うことを拒否したことが知られている。両軍は直ちに戦闘には入らず、 交渉を開始した。おそらくスッダは初期の段階で経験豊富な指揮官と戦いたくなかったのであろう。交渉で何が議論されたかについては異なる意見がある。交渉中の停戦期間を利用してスッダの兵はスキピオの野営地に潜入し平和を願う先導を行った。マリウスの下で戦ってきた有能な士官であるクイントゥセルトリウスは このような状況の危険性をスキッピオに訴え、交渉の終了を提案しようとしたが、スキッピオは彼の言うことに耳を傾けなかった。結局スキッピオはノルバヌスと相談する必要があるとして、サルトリウスを派遣した。スキッピオは自身の決断を正当化するため、要求もされていない人質を差し出したために、自軍の兵士たちの憤りを買った。結局交渉は決裂した。 スッダが軍を率いてスキピオの野営地に向かうとスキピオの兵士は全員が逃走してスッダ側に走った。スキピオと息子だけが残っており捕虜となったが死は免れた。この出来事に関してプルタルコスはスッダはおとりの鳥を使って敵の四十個コホルスを自軍の二十個コホルスにおびき寄せたと書いている。シケリアのディオドロスによれば捕虜となったスキピオは 執政官を辞任した。スッラはスキピオを解放し、騎兵の護衛をつけてマリウス派の支配地域まで送った。自軍支配地域に入ると、スキピオは再び指揮を取った。スキピオは新たな軍を編成して、ヒケヌムでガイウス・アルビウス・カリナスに勝利したグナイウス・ポンペイウスに対して軍を進めた。しかし、ポンペイウスの軍を見ると、スキピオの兵士はポンペイウス側に寝返った。 おそらく、スキピオは、ピケノムで徴兵を行ったが、そこでは、ポンペイウス氏族の力が非常に強かったためであろう。これ以降、戦争中のスキピオに関する記録はない。翌紀元前82年、戦争に勝利したスルッダは、国家の敵リストに、ショーマリウス、ノルバヌス、セルトリウス、グナエウス・パピリウス・カルボと共に、スキピオの名前を挙げたが、実行はされなかった。 名門スキピオ家の出身ということが理由だったのかもしれない。スキピオはマッシリアへ追放され、そこですぐに死去したとも紀元前60年代まで生きていたとも言われる。キケロはスキピオを弁論はできる方だったと評している。一方でモムゼンはこうの場でどのように話すかさえ知らなかったと書いている。スキピオには娘がおり、プブリウス・セスティウスと結婚した。 彼女がマッシリアに追放中のスキピオを訪ねたことが知られている。また、ルキウスという名前の息子がおり、オロシウスはレピドスの息子スキピオと呼んでいる。このことから、スキピオはマルクス・アエミリウス・レピドスの3人の息子の1人を養子に取り、ルキウス・コルネリウス・スキピオ・アシアティックス・アエミリアヌスと名乗らせたことがわかる。スキピオに関することで、 最も注目すべき事実は、二度にわたって、霊下の軍が戦わずして、スッラの側に寝返ったことである。この点について、マリウス派に共感していたキケロは、彼を、正直だが、不幸な人と呼んでいる。プルタルコスは、大比列伝のセルトリウスの伝記で、カルボ、ノルバヌス、スキピオのような者たちは、スッラのローマ信仰を止めることができなかった。 また民衆派の大義は、その将軍たちの臆病さと弱さによって、また裏切りによって破滅し、失われたと、スキピオを明らかに軽蔑している。アッピアノスは、スキピオを無能な将軍と、大ピラに避難している。このギリシア人歴史家は、テアノムでの軍の裏切りに関連してこう書いている。スキピオが全軍を巻き込んだ暴力に気づいていなかったことは、指揮官として、 全く弁解の余地がない。ありがとうございます。